はい、こんにちは、116インズです。さて、4月に入って新社会人の皆様も新生活がスタートしたかと思います。朝の通勤時にそういった方々を見かけると、新しい年度がスタートしたなぁと私も実感する日々となっています。慣れないことですとか、初めてのことですとか、いろいろと最初は大変なことも多いと思いますが、一つ一つ小さな仕事でも一生懸命に取り組む姿勢などは周りの人たちは結構見ていますし、そういった部分から周囲が抱く最初の印象が良いと、その後仕事する上でもうまくいきやすくなったりするのかなと私は感じていますので、大変かもしれませんが、最初の一歩は意外と侮れない一歩かもしれません。で、野球界におけるルーキーもおそらく同じような立場にいるのかなと思っていて、まあもちろん MLB のルーキーの定義は一定の打席数ですとか、投球回数未満の選手たちを指しますので、厳密には今年デビューした選手たちばかりではないものの、まだ MLB での立ち位置を完全に確立していないという点では新社会人とおそらく同じ。開幕からロースターに入った選手たちもそこで一安心とはならず、これからのために開幕後も必死にアピールし、そしてまずは好スタートを切ることができた選手たちもいますよね。まだ開幕して2週間程度でありますが、今回は今のところつかみの第一印象が良かったルーキー何人かをピックアップしてみようかなと思っています。はい、まず一人目はカージナルスのジョーダン・ウォーカー。2020年全体21位指名を受けたまだ20歳の外野手で、198センチと非常に大きな体ながら、コンタクト面とパワー面のバランスがいい未来の長距離砲として期待されている選手ですよね。昨年はダブル A で119試合に出場し、打率3割6厘、ホームラン19本と活躍し、スプリングトレーニングでの内容も悪くなかったことから開幕ロースター入りも果たしたこのウォーカーですが、その期待に応えるかのように開幕から12試合連続ヒット。これは20歳以下のルーキーがデビューから記録したものとしては、1912年のエディ・マーフィーと並んで史上最長記録タイだそうで、まだ非常に若い選手でありますが、すでにメジャーレベルのピッチャー相手に十分通用することを証明するスタートとなりましたね。カージナルスは外野陣の層が厚く、またウォーカーもバッティングの良さに対して守備面はそこまで良くはないため、引き続きメジャーに残るためには今くらいか、あるいはそれ以上のバッティングを見せる必要はありそうであるものの、この感じであれば1年目から打線の中軸を担う展開もありそうですし、これからが楽しみな選手ですよね。2人目はドジャースのジェームズ・アウトマン。強い打球を量産できるアスリート型の外野手で、ドジャースはコンフ・コーディ・ベリンジャーをノンテンダーしていますが、そのような動きに出ることができたのもアウトマンの存在あってのことでしょうし、今のところその判断が正しかったことを証明するオールラウンドな活躍ぶりです。昨年行ったスイングの改善によってマイナーでは敵なしの状態となっていましたが、それがメジャーレベルでもそのまま通用している感じですよね。長打を狙うスタイルなため三振は結構多くなってしまうかもしれませんが、ただボール球には手を出さず、しっかりフォアボールなりデッドボールなりで塁には出ますし、実際今季も15試合ですでにフォアボールを9個選んでいるあたりからもアプローチの良さは伺えます。スピードもあり、センターとして広い守備範囲もカバーすることができるので、守備面で大きなマイナスを作る心配は今のところなさそうですし、この打撃と守備を継続できるのであれば、ドジャースからまたいい選手が出てくることになりそうです。ちなみにまだ開幕から2週間しか経っていませんが、早くも昨年のベリンジャーのウィンザボリプレイスメントを上回る勢いのプレーぶりです。3人目はエンゼルスのローガン・オーハッピー。昨年夏にマーシュをトレードした際に獲得したキャッチャーのトッププロスペクトで、当時はマーシュをトレードする思い切った判断に驚かされましたが、オーハッピーもキャッチャーながらバッティング面でインパクトを残していますよね。スタッシーがいることから開幕からレギュラーになるかやや怪しかったところ、そのスタッシーが IL 入りしてしまったためオーハッピーにアピールのチャンスが巡り、今のところそのチャンスを存分に生かしてのホームラン4本11打点、ホームランと打点はいずれもチームトップの成績で、しかもこの活躍を8番や9番の打順でやってくれているのが頼もしい限りです。昨年のエンゼルスはキャッチャーの打力が大きな課題であったので、オーハッピーがそこを一手に解決してくれるのであれば、ただでさえ今季はタレントが揃っているエンゼルス打線がより怖くなってくるのかなと。一方でここまでのオーハッピー、アプローチ面はそこまで良くはなく、三振が多くフォアボールは少なめという感じでありますので、今後アベレージを残せるかちょっと微妙かもしれませんが、ただマイナー時代はアプローチ面も悪くなかったので、ここはメジャーのピッチャーに慣れていくことで改善するでしょうか。4人目はブルワーズのギャレット・ミッチェル。190センチと割と大きめな体ではあるんですが、爆発的なスピードと突出したアスレチックさが売りの選手で、バッティング面が花開けばパワーとスピードの両方でゲームにインパクトを与えられる存在として期待されていますね。一方でパワー面はまだまだ成長途中で、昨年もマイナー68試合に出場してホームラン5本とかなり控えめではあるんですが、ただ今季はメジャー13試合に出場してすでにホームランが3本。ミッチェルは昨年終盤にデビューして28試合で打率3割1分2厘、ホームラン2本となかなかの内容だったんですけれども、その勢いをそのままに今季も開幕から好調で、でかつこのホームラン3本がパワー面の開花の兆しなのであれば、かねてより期待されていたパワーとスピードの両方でインパクトをもたらす存在になりうるんじゃないのかなと。2021年と2022年ともに怪我で離脱してしまったため、まだプロでは公式戦に1年間で100試合以上に出場した経験がなく、そのあたりの耐久面ですとかスタミナ面ですとか、こういったところがこれから成績を残す上ではハードルとなってくるかもしれませんが、ダイナミックな選手への成長に期待が持てそうな開幕からのスタートとなりました。5
5人目はアストロズのハンター・ブラウン。昨年終盤にメジャーデビューし、20回3分の1を投げてわずか2失点と圧巻の投球を見せ、マリナーズファンの私としてはまたアストロズからやべえピッチャー出てきたよと頭を抱えてしまいましたが、今季はバーランダーが移籍し、さらにマカラーズジュニアが故障で離脱となってしまったため、開幕から先発ローテ入り。今季初登板となったタイガース戦は少し荒れましたが、2先発目のツインズ戦は7回2安打1失点自責0、3先発目のレンジャーズ戦も7回5安打2失点自責0と好投し、今季の活躍を予感させる内容だった印象です。ブラウンといえばバーランダーそっくりのフォームから惚れ惚れするような剛速球を投げるのが売りで、今季はその素晴らしい速球とほぼ同じくらいの割合でカーブ、スライダーを混ぜてバッターに的を絞らせない投球スタイルをここまで見せている感じですかね。投げているボールはエース級のポテンシャルを秘めていて、このまま先発として回るのであれば新人王も狙えるくらいの活躍ができそうですし、それこそバーランダーがいなくなったと思ったらバーランダーにそっくりな子がアストロズのローテーションに定着して、かつてのバーランダーと同様に AL 西地区を大いに悩ませる存在となってもおかしくはないでしょう。そして最後はメッツの千賀滉大選手。 NPB であれだけのキャリアを築き、デビュー前から5年総額7500万ドルの契約をもらった選手を、ここまで出てきた他の若手選手たちと同様にルーキーと扱っていいのかわかりませんが、とはいえまずはメジャーでの滑り出しは上々の内容だったと言えるのではないでしょうか。千賀選手の代名詞でもあるお化けフォークはメジャーでもゴーストフォークボールとしてすっかりコアなファンに定着し、そしてこのフォークがメジャーレベルでも威力を発揮。ここまでの3先発で少し制球面に苦しむ場面もありましたが、困った場面でフォークが千賀選手を救うボールとなっていて、ここまでのフォークの空振り率が驚異の 57.1% と、バッターたちはバットにまともに当てることすら叶わず、三振を狙う際の決め球としても非常に有効な球種となっています。速球の平均球速も 96.1 マイルとスピードの面でも上々で、フォークが威力を発揮し続ける限りにおいてはフロントラインスタータークラスの活躍が見込めそうなのかなと。開幕からの2先発がいずれもマーリンズ戦で、他のチーム相手のピッチングがまだどうなるかわからない部分も多いんですが、メッツが地区優勝を狙う上では絶対に超えなければならないハードルである強力なブレイブス打線とかですよね。このあたりのチーム相手に今後どんなピッチングを見せてくれるのか非常に楽しみなスタートとなりました。ということで、このあたりがまずは好スタートを切ったルーキーたちでしょうか。もちろんまだ開幕してから2週間しか経っていませんので、ここで出てきたルーキーたちが今後も活躍できる保証なんていうのはどこにもないわけですが、ただメジャーでの立ち位置を決めるにあたって、まずは好スタートを切って損することはないと思いますし、ルーキーたちにとっていいスタートを切れたことで、気持ちの面でも少し楽になったのではないでしょうか。シーズンはまだまだ長いので、これから調子を落とす時期もきっと来るかと思いますが、怪我することなく最終的にいいルーキーイヤーだったよねって振り返ることができるような年としてもらいたいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。